扇のポーズを行います。左の足は無理のない程度に横に倒して座ります。反対側の右足は膝を立ててください。この幅は両方の座骨がしっかりとつくところ、お尻が上がっているとなかなか伸びないのでしっかりと座骨をつきましょう。そして足をループを左の足に入れます。そして内ももの前をとそのまま腰に回します。そして一つ一回前に持ってきますね。そこから内ももを通して膝の裏にループがかかるような形、そして膝下から前に持ってきます。そして帝王のループがご自身の一番楽なところ持っていただいて、肩そのまま膝につける、もしくは肘を膝の内側につける、辛ければまっすぐ、どれでも構いません。床に置けるような感じにして反対の手を背中に回しましょう。息を吸いながら背筋をぐーっと上に引き上げ、吐く息でおへそ、そして胸、そして顔とねじっていき、天井の斜め上を見るようなイメージです。このまま息を吸って吐いて、もう一度息を吸って吐いて、最後息を吸って吐いて、絡めている後ろの手をゆっくりと上に上げます。そのまま横に倒しましょう。倒れたところで立てている膝をスススススーとストラップを膝で押すような感じで伸ばします。そうすると体も自然に倒れます。そこで後ろのストラップに背中を伸ばすように乗せて天井を少し見ましょう。脇が気持ちよく伸びます。息を吸って吐いて、もう一度息を吸って吐いて、この時に左の座骨が浮かないようにしっかりと床につきます。最後息を吸って吐いて、体が硬い場合はこのまま少し前に倒れるように伸びていても、脇が伸びていれば構いません。そしたらこのままゆっくりと手を下ろし向きを変えます。ストラップを一度抜いてください。そして右の外ももの方からふくらはぎ、そして足裏を回してご自身の左手はループの一番届きやすいところに置きます。4本の指を入れましょう。向きを伸ばしている足の方に少し変えて、息を吸い吐きながらストラップを引くようにして体を伸ばしている足の方に倒してください。息を吸って吐いて、反対側の手に力が入らないようにふわっと床に置きます。息を吸って吐いて、左の座骨が浮かないように息を吸って吐きましょう。ストラップを緩めて手を抜いたら倒れたままだんだん体をセンターに戻します。センターで一度力を抜いて一呼吸しましょう。息を吸って吐いて、ゆっくりと頭最後に背骨を元の位置に戻します。